2015年7月から始まるドラマ「ホテル・コンシェルジュ」で主演を務める女優西内まりや今乗りに乗っている彼女には5つ年上の姉がいるみたいなのだがそんな姉は妹マリアに嫉妬の炎を燃やしているのだとか今回はその真相に迫ってみました西内まりやさんの姉西内博さんとは西内博 愛称はヒロミン、ヒロリン。生年月日、1989年2月14日。美しすぎる足も合わせて、現在ノリノリな女優、西内まりや、20歳。彼女に、5歳年上の美人姉がいる。2014年3月の2014ミス・ユニバース・ジャパンで準ミスを受賞した。 正真正銘の正当派美人お姉さんだ。西内は、16歳の時、芸能界デビューを果たし、第1回シュープレガールの準グランプリに輝く。その後、マッスルミュージカルの出演やドリンプガールに選出。09年所属していた芸能事務所を視察所。その後、一時芸能活動を中断。アルバイトと海外の旅行に費やす。 芸能活動再開後にミスユニバースへ自身が全事務所を方向性の違いから離れアメリカやヨーロッパへの一人旅を経験し2014ミスユニバースジャパンコンテスト東京大会でグランプリを獲得姉妹だから生活スタイルも似ている西内マリアさんのストイックな生活西内さんはモデルとしては体型や髪質 肌質を保つことに気をつけないといけないし、俳優では、滑り地打の練習、歌手としては喉のケア、と、どこにも手を抜かない。小3から中2までは体育会系だった。将来を嘱望されたバドミントン選手だった。一番成長する時期に、その監督に出会ったので、そこが、多分今の私のストイックな面というか、自分に負けない。 といいう精神面につながっている。姉の西内宏さんもストイックな生活を送っている毎日1時間のジョギングトライアスローへの挑戦週3から4回のジムでのトレーニング週3回の自宅ダンストレーニング週1から2回の英会話などさまざまな努力をしているそうだ同じ境遇似ている姉妹だからこそ妹に嫉妬心を 妹の出演していた番組で、バドミントンの恩師の方が来られたんですよ。で、テレビ見ながら、私の方がもっと恩師だと思ってるし、と思ったり、と、妹が雑誌で、おすすめの店を紹介しているのを見て、ここ私が連れてった場所だよね。と、複雑な思いを抱いた。MC の有吉弘之から、 妹にコンプレックスすごそうですねと指摘されると素直にありますねと同意ミスユニバース挑戦のきっかけについては一つは妹に先を越されたからと明かした桜井有吉の危ない夜会に西内宏さん出てる妹へのライバル心の話確かにかっこいい人だったな笑い妹にライバル心を燃やす姉だがそれは 高め合えるいい中西内まりやさんは姉に憧れ歌手になろうと決心姉が10年くらい前に天使すぎるアイドルこと橋本玉城大さんの REVFROMDVL に所属していたことがありましてその影響で姉が歌っていた曲とか踊っていた曲の真似して私もやってみたいっていう思いが日に日に強くなっていましたツイッターにも たびたびにショットで登場している。